お疲れちゃんです。ラットですね。今回はですね、大型アップデートがまあね、ありましたというわけで、もうね、すごい変わりましたね。このクラロワパスっていうのがついたり、まあね、ちょっといろいろね、大型アップデート変わったんすけど、まあね、多分そのアップデートについては、まあ、ケンツだったりね、ドズさんだったりね、まあ、いろんな YouTuber がね、もう出してると思うんで、まあ僕はね、もうおすすめでき、もう環境がまあ変わりまして、まあいろんなね、ユニットが強くなったり、まあ弱くなったりして変わったんですけど、まあ結局ね、じゃあ今何が強いのっていうわけでね、ちょっとね、おすすめデッキ、まあ2つとまあ、若干おすすめをね、じゃあ3つって感じで。まあ気持ちね、まあ、僕のおすすめはまあ2つメインに教えていくというか、まあ紹介したいなと思います。というわけで、ですね、まあ早速ね、まあ、アップデートについてはまあいいかな、なんか、とりあえず名前はもう僕ね、早速課金して、もうね、ゴールドラットに、はい、してます。ってな感じで。はい、おすすめデッキ。一つ目がですね、こちらになります。チェンスケラになります。はい。で、まあ、これなんですけど、まあ、アップデートによって、このムートが、まあ、強化されました。と、ムートの、その、火力ですね。火力自体は下がっちゃったんですけど、攻撃速度。まあ、ムートのね、弾の発射速度と、あと、距離、射程が 0.5 伸びましたっていうので、まあ、何がそれで良くなったかっていうと、まあ、シンプルに、なんだろう、ゴブリンとか、まあ、一発で処理できて、しかも撃つのが早いんで、それを処理がすごい早くなったり、まあ、あと射程がね、ちょっと長くなったんで、やっぱ、いつもより、なんだろうな、そこから弾、なんだろう、ちょっと厄介、まあ、厄介というかまあね、うざったいキャラよりになりましたね。前までもちょっといるだけで、うわぁ、ちょっとめんどくさいなーって感じのね、キャラだったんですけど、よりね、その、ちょっとね、いて厄介なキャラ、まあ、いいか、機械にね、なりました。って感じで、でもね、その、一つ悪い部分があるのは、その、火力がね、下がったっていうので、アイスピー、今までワンパンだったんですよ。ワンパンだったんですけど、一発でアイスピーをね、まあ、止めれなくなったというか処理できなくなったっていうのでね、まあ、ISP で逆に防衛されやすくなったっていう点もね、まあ、若干ありますなんですけど、まあね、このムートの強化っていうので、まあ、このね遅延のスケラー僕的にはすごい結構おすすめしております。はい、というわけで、まあ、後でまあ何戦1戦2戦やろうと思うんですけども、もう一つ、まあ、正直こっちのスケラーよりも次のねデッキのがね僕的にはおすすめなんでね、はい、注目してもらえればなと思います。はい、と、まああれですね、あれだ、コンデッキのタルババタル、まあ、ロリーババプロリーババと、まあ、雪玉がね、結構環境トップぶっ壊れカードぐらいだ強かったんですけど、まあ、この2枚が加工されてね、まあ、タルババはまだ入ってるんですけど、まあ普通に若干その弱くなったって感じで、めちゃくちゃ弱くはなってないんでね、まだ使える範囲かなと思いますけど、前ほどなんか使い勝手がいいっていうわけではないんでね、もしかしたらウッドとかに今後その流行りで変わってくるかもしれないですね。はい、てな感じで、次の僕のねメインの一押しがこちらになります。よいしょ。はい、こちらもねまた遅延かーいってなっちゃうんですけど、このねアイスイズトルネの、ロイジャイになります。ロイジャイ、そして、まあ、注目すべきがね、このゴブリンの檻、このゴブリンケージって呼ばれてる、まあ、カードなんですけど、このカードもねアップデートで結構大幅情報修正が入って、とね、なんかそう、稼働時間が15秒から20秒になって、多分そんだけなのかな、いや、わかんない、なんか多分稼働時間が伸びたのと、多分このゴブリンの自体もね多分強化多分されたと思います。で、もう実際ね、このデッキ僕使って、さっき早速ね、もうサバカで順勝ね、やって、まあ、鬼強いなと思ってね、紹介するんですけど、この前までは結構墓石型だったりしたんですけど、その墓石より優れてる点としては、意外とむずいんですけど、まあ、墓石より1コス重いし、それなら墓石でいいんじゃねえってなるかもしれないですけど、このカードが、まあいい点としては、やっぱカウンターにつながるんですよね。結構相手の工場バーバリアンだったり、まあ、ダックプリだったり、ユーノだったり、で結構受けれちゃうんですよね。工場バープラスのユーノとか、
コジョバープラスダークプリとか来てもこれだけで結構抑えることができて、そしてこれにアイスイズのね遅延がかかることによってよりね防衛力が上がるっていうので、結構そのボスアイスイズボス儀でも防衛力がすごい硬いんですけど、このねゴブリンケージだと防衛できてさらにカウンターにつながる。でそこにロイジェイとか合わせてあげるとさらにねそのよりね前までの墓石型よりもカウンターのパワーが上がるっていうので、結構このゴブリンケージは今後増えるんじゃないかなとまあ思ってますね。でもぶっ壊れっていうほど、まあ、めっちゃ強いわけではなく、ちょうどいいちょうどいいちょっと強いぐらいなねカードかなと思ってます。なんで、まあ、結構ねこれはすごいおすすめですね。なんか思ってるほど守れちゃいますなんか自分が思ってるほどなんかめっちゃ来てもあれ案外守れた、しかも残って地味にカウンターするんでね、しかも意外と火力あるんでね、そういうところが結構、まあ、いいんじゃないかなと思いますね。なんでこれは良ければねちょっと試してみてほしいなと思います。でまあねちょいとこの2つ紹介したんですけど、まあ、この2つだけだとアイスイズ持ってないわーって方とかもね、トルネ俺使えねえわーって方もいると思うんだよね。まあ、この他のねちょいグラチャで12勝他の人がまあやってたやつなんですけど、そちらもね若干かすり紹介していきたいなと思います。はい、でこれ3つ目、はい、さこれですね、ディガポイ、これもこのゴブリンケージが入っちゃってるんですけど、なんかまあディガポイこれも12勝なんかチラほらいました。はい、4つ目、これがゴレダクネのゴブリンケージ、またゴブリンケージかーいって感じなんですけど、まあやっぱ多分あれです、アップデがあった直後でまあ試してるっていうのもあると思うんですけど、なんでまあ正直ここはボス的でもいいかもしれないっていうのと、まあスペルがポイズンウッドっていうのがすごい注目なのが、まあタルババがねやっぱ下方を受けたっていうのと、インフェルノタワーもその結構流行ってたんですけど下方を受けて、まあポイズンでも突破できるというかしやすくなったっていうので、まあライトニングがすごい流行ってたんですけど、ポイズンもね多分今後ちょっと増えるんじゃないかなと思います。というわけでラストが、こちらね僕の好きなロイホグとかムートが入ってるデッキでございます。でこれも12勝ちょっと多かったかな、このデッキは、このデッキがちょっと多くて、なんかゴブリンケージとかも入ってなくて、なんかねこの強いやつぶち込んだみたいな感じのデッキなんですけど、これもね強いみたいなんでね、はい、まあ、ぜひ触れてみてください。どうしましたみかんさんが、みかんさんがはい、ダブロンです。いや、それポロンさんです。はい、てな感じでね、ポポンです。はい、感じで、まあね、ちょっと1000か2000ほどやれたらいいなと。ガチです、ポポンです。大丈夫ですか、はい、ポロンさんに怒られますよ。大丈夫です、怒られないです。はい、という感じでこのロイでね、ちょっと1000ほどはい、やりたいなと思います。いやー、マジで今のあの、みかんさんなんですけど、今ね、あの最後韓国生活最後の、まあ、夜でもうね、その今日今あの朝4時ぐらいなんですけど、もう今日の午後2時午後の、まあ、飛行機で、ね、日本に帰るっていうので、まあ、韓国生活最後の夜って感じで、ちょっとみんなちょっと元気で起きてますね。コタだけちょっと寝ちゃってますね。みかんさん朝4時のテンションじゃないじゃんっていうようなぐらい元気でしたね。はい、ってな感じで、まあね韓国生活いろいろあったんですけど、まあとりあえず楽しかったですね。はい、ただそれぐらいしか話すことないんですけど、でこのロイデッキは墓石だと結構墓石を先にね置いてなんか待ったりできるんですけど、ゴブリンケージだと逆に先に置いちゃってもなんか特に働かないんですよね、先に置いちゃってるだけだと。なんでそこがまあ墓石と立ち回りがすごい変わってくる、大きく変わる部分だと思うんですけど、その墓石だと困った時というかすることない時に先にねはい、先にねライキさんが来た、今度はその墓石をね、そのすることがない時に先に置くことができるんですけど、このゴブリンケージだと先置きがねしてもメリットがないんでね、それはしないように注意してほしいです。なんで相手が普通にプリンスが咲いてきたら、まあ、それに対して出したり、ゴーレムとか来たら、まあ、アイスイズから展開してベビドラ展開して、まあ、ゴブリンケージ置くみたいな感じでね、逆に墓石だったら先に墓石置いてができるんでね、なんか意外と先に置いてしまいがちだわっていう方とかは、まあ、意外と墓石型でもね多分そっち側の方がいいかも知れないっていうのあるかもですね。まあ結構でもゴブリンの
オリゴブリン刑事が強いんでね、僕はすごいこの方をおすすめしてますね。なんで意外とこの腐ることも多々あります。なんで今は僕まだこの試合1試合も出してないです。1回もね出してないですけど、こういうところですね、こういうところで相手のプリンス系でこんな感じでね、出してあげてっていうのはできますね。よいしょ。でここで受けてこのままねゴブリンケージがカウンターしてくれるんですけど、アウトローが正直ちょっと厄介ですね。アウトロープリンセス吹き矢枯渇ですね。全然考えてなかった。でもプリンスにはゴブリンケージを徹底した感じで、一回ね結露して攻めライト打てるような流れを作っていけたらいいかなと思います。でここも折りでね、折りでこのプリンス受けますね。で折りだけだとプリンス若干受けれないんですよね。このこいつがやられちゃうんですけど、今メガゴがいてねいい感じになってますね。じゃこれちょっとやんちゃかもしんないんですけど、トルネプラスのタルババでこの人たちを全処理したい。 OK、 いやいい、めっちゃいい。でここは2周目ロイで攻めて、フキアとプリンスに今ライトニング打ってよいしょ。でこのプリンスはそのまま多分ベビーとかでね多分処理できると思ったんですけど、ちょっと怖いんで一瞬折りでちょっと緊急回避っていうのにも役立ちますね。でこれ相手がウトローなんで、このねゴブリンがねなかなかカウンターにね働いてくれないんですけどって感じで、ここはタルババ使って相手のバレルに対してはトルネでやっていきたいですけど、バレルは来ない。で吹き矢来たら速攻ライトニングって、このベビーのね処理がやっぱ相手ちょっと厄介だと思うんで、これアウトローじゃないと処理できなくて攻めトルネでまとめれる。 OK って感じですね。で結構ロイジャイデッキのこのだからベビードラが入ってるデッキに共通することだと思うんですけど、ここはねこれで緊急回避で、その結構メインだけだとなかなか攻めきれないっていうのがね多分使っててよくあると思うんですけど、そういう場合にそのベビードラがこう流れていった時に相手にユニットにライトニング打ってあげることによってベビードラがね、刺さるっていうのがね、さっきみたいな場面ですね、さっきみたいな場面でその吹き矢にライトニング打ってあげるってなると、そしたら相手ベビードラのねダメージがね結構入るっていうことがあるんでね、意外とメインカードで攻めるし、このねベビーとかメガゴ、基本ベビードラっすね、メガゴはちょっとダメージ受けちゃうと殴れないんで、ベビードラが普通に単体で行ってる時に意外とね不意のライトニングとか打ってあげるとね結構ダメージ稼げるんでね、そういう攻め方も覚えておくと結構いいんじゃないかなと思います。ってな感じで終わろうかなと思ったけど、一戦こっちのスキラもねちょいとねムートがどれぐらいなのかっていうのね、ちょいっとやっていきたいなと思います。これラストいってね降臨したいと思います。相手ゴールド文字ですね。これ新スタンプなんですけど、これ、相手もなかなかやるやん。これがマジでみんな始めたの見たときに、今回のスタンプそんなじゃんって多分思う人がいるかもしれないですけど、このムートちょっと良くないですね。なんですけど、これだんだん使ってると愛着湧いてきますこれマジで使ってるとマジでハマりますね。僕今もうすでにハマっちゃってますね。これやばいですよ。これ地味川なのがめっちゃくちゃいいですね。っていうのでこれ多分相手スケラですね。多分スケラ対決だな。うわマジここでミラークルっていうところで来ちゃいましたね。ここは、ミラー対決だとどうやって勝つのっていうのはなむずいんですけど、基本的にスケラに対しては後ろボス撃ですかね。このボス撃置いたら相手はスケラプラスのポイズンまで打たないと攻めきれないっていうのありますね。なんで、スケラーに対して後ろ武器は結構有効ですね。なんですけど、まだお互いスケラー打ってないんでね。もしかしたら違う？ワンチャンロイジャイとかの可能性もないこともないけど、さすがにスケラーですねって顔をしてますね、これは。うわー、すっごいなんか、えぐい戦いしてますね、今。よいしょ。これ殴り合いですね。かわいい。マジで。トルネ美味しいですね。これは美味しいんですけど、正直今することが何もないっていう。なんでこういう時に、墓石だとね、一旦こう置くことができますね。で、ゴブリンケージだと、置いてもね、ちょっと無駄になっちゃう。若干無駄になっちゃうっていうのでね、
このスケラデッキにはじゃあゴブリンケージじゃないのっていうのはそういうことですね。ゴブリンケージだと手札が結構詰まっちゃうっていうので、スケラポイズントルネートゴブリンケージとかになって結構詰まっちゃうから、まあ、スケラに対しては墓石の方がいいと僕は思ってますね。なんでロイとかだとまあなんだ結露もできるしっていうので、単体スケラとかしちゃった時には、ね、結構辛い感じになっちゃうんだよね。ここでゴブリンケージ置いてもみたいな、まあ墓石置いてもみたいなとこあるんですけど、若干攻めになるんでね。あ、これさっき話してたんですけど、後ろ墓石っすね。圧倒的後ろ墓石っすね。でもとりあえずスケラ打っとけば相手が暴行してくれるかもしれないしっていう感じですね。まあ、怖いスイーズとか、まあ、攻めっぽいして、まあ、ダメ稼いでいきますね。なんで次から墓石ちゃんと後ろに置かないとよろしくないですね。やばっ、どういうこと、何があったのっていうような位置に墓石が来ました。これタルババと、まあ、墓石で多分ほぼ完封レベルで守れると思いますね。しかも墓石にポイズン当たってないんで、この墓石がいい感じの働きしてますね。あれもうポイズン打っちゃおうかな。あれ打ってもう対空、あ、俺のベビーが引き分けになっちゃう。この空対決勝ちたいですね。でムート相打ちになってお互いの陣地で何もせず終わるんでちょっとつらい。これ多分スケラいっぱい打ったもん勝ちまでありますね。スケラ対決はボーボーしてくれたりすると美味しいんで、ここですね。ここ普通にムートスケラして、まあムート受けされても、はい、本当は相手陣地入ってくれるとすごいいいんですけどね。ここ攻めポイって、まあ、ダメ稼いでいきますね。いや、ワンチャンやばいかな。お、待って、ムート残ってる。来た。これ、しかも射程が長いんですよね、これ。もうしかも撃つスピードが速いから、これだけで、今のだけで鬼ダメージ稼いでくれるんですよね。ここ攻め取るね、回避用に高めアイスイズして、まあ、防衛しっかりタル打って、攻め取るね、回避用って回避あんまできてなかったですね。でもこれも普通にムート出して、ワンチャンムート読み後ろ取るねとかしてもいいんですけど、さすがに危ないですね。って感じで、多分これでも勝ったと思いますけどね。さすがに勝ってない。やばい。ワンチャンベビーが入るですね。ポイズン2。おー、ここはまあ墓石でしっかり受けて、低めで受けないと攻めたるババとか来た時に、あれですね、ムートが入っちゃうんで、端前ムートとかはしっかりね、まあ、バルキリーとかで受けるならいいんですけど、墓石で受ける時は要注意ですね。これも勝ちましたね、ムートが。ムートが入ってないですけど、ここも最後スケル打って、さすがに大丈夫でしょ。よいしょ、ベビーも走ってるんでね。はい、まあこんな感じで、まあ、スケラ対決は後ろ墓石大事なのと、まあスケラはいっぱい打つのもいいんですけど、打ちすぎると逆にハードカウンター受けちゃうんで、まあ、相手がユニットいっぱい出したら普通にポイズンで、相手が攻めてきたら、まあ、カウンターで普通にスケラポイズン打つみたいな感じで、まあ、攻めすぎない程度に、相手にユニットがいっぱい溜まってたら普通にポイズンって、普通に少なかったらスケラで攻めてって感じで、もう後ろ墓石さえしとけば結構リード取れるかなと思います。はい。ってな感じで、まあね、こちらの2つ、僕的にはすごい超おすすめ。かつ、まあ、他のね、人がこう使ってたんで、こういうデッキも、まあ、よければ使ってみてくださいって感じで、ちょっと長くなったかもしんないですけど、まあね、アップデ後、まあ、今後いろんなデッキまたね、出ると思うんでね。はい、ぜひね、そちらの動画もありがと思うんで、楽しみにしておいてくださいって感じで、今日こんな感じで終わりにしたいと思います。では、お疲れ様でした。